正月コロナになっちゃった、マジかよ。まあそういう人もいるよな。だってなんだっけ、1万人超でしたよな。あなんかニュース箱根駅で見ながら上のなんかテロップ出てたもんな。俺もうかうか知らんねえな、言葉の使い方間違ったけど、あのあれだわ、なるなこれ。ほんと配信者あんまなってないよね今、思った以上に。そんな外出てねえからかもしんねえけどな、動画投稿者の人とか結構あんまなったって。あそうか、きょうちゃんがなったか、きょうちゃんなったな。きょうちゃんもな、あーそこれダメか、きょうちゃんもう3回ぐらいなってないか。ワクチン、あのさ最近なんなのよっちのツイート、クソキメえんだけどあれ本当に。あれなんなのあの、なんとかしないと、なんかおかしい方向に行ってる気がする。あれあれワクチンもそうだし、なんか変な自撮りのなんか変なあれあれなんなんだあれ、わかんねえ、俺もわかんねえ、ギャグなのか本物なのか。今度ちゃんと聞いてきとけば、ちゃんと聞いとこう。半枠は冗談だよってリプリさ、あじゃあよかった。難しいんだよなネットの冗談って、ほんとむずいよね。みんなもあるでしょ、ね、あの冗談のつもりなのに本気にしちゃってネットの人たちを怒らしちゃったとかさ、難しいよね冗談のつもりで。でも前も言ったけど安倍晋三先生が言ってたからな、うん、冗談と例え話をするときなんですよ、人が炎上するときはって。だから私は言いませんし使いませんって。冗談言いてんだけどな本当はな、もう冗談は気軽に言う時代じゃないぞ。なんかだからこそ言いたくなっちゃうでしょ、ダメって、冗談がもうダメっていう今時期だからさ。だからあれなんだよね、人に対しての冗談とか思想に対しての冗談じゃなきゃいいと思うんだけど、つい言いたくなっちまう、そんなこと思ってなくてもね。俺もクソ言いてんもん、ワクチン意味ないって超言いて、別に意味ない、意味なくない、ん？意味ないとは思ってないけどね、別に。ふざけてね。まあでも俺、意味ないかどうかっていうとあれだけど、確かにでも、さあ、データって出てないの？打ってる人と打ってない人のさ、あの重症度はって出てるけどさ、結局、打ってない人たちが多くなってますよとかってデータ出てないのかな？あるでしょ？じゃあ意味あるじゃんな。意味あるよね。うん。まあ、打ってもなってる人いるけどね、確かに。